ノンスーガーは東京新宿を拠点に活動していた女性アイドルグループ。日曜朝練アイドルのキャッチフレーズに沿って新宿各座で毎週日曜日の朝10時に定期イベントを開催していた。ファンのことを無党派と呼称する。2019年3月10日、メンバー全員がグループを卒業し解散した。所属はノンシュガーレーベル松竹芸能。 松竹芸能唯一のアイドルグループであった。発足時の名称は、ノンシュガーだが2018年4月からノンスーガーに、改名。ティフ出演アイドル、ナラレーナが描く未来予想図とは私たちが思い描くことは壮大なんです。ザテレビジョン。2019年3月29日閲覧。無敵アイドル祭。ボリューム12ノンシュガーに突撃。アイドルウォーカー。 2019年3月29日閲覧。ノンスーガーたとえ甘くない世界だとしても、ただまっすぐ走り抜けた少女たちの奇跡。ムエボ編集部。2019年3月29日閲覧。メンバーで一番グラマラスなのは誰ノンスーガーの魅力を大解剖。テレ東プラス。2019年3月30日閲覧。秋葉カルチャーズ劇場ノンスーガー。 秋はカルチャーズ劇場。2019年4月3日閲覧。正当派に見せかけて、ティフ出演は一番目の目標ノンシュガーが抱くティフへの思い、そしてやる気。ビッグローブニュース。2019年3月28日へ閲覧。ひよっこ出演アイドル、涙、流し勝ち取ったオーディション日は語る。ザテレビジョン。2019年3月28日へ閲覧。 夏休み特別企画第1弾、t i f から直行。アイドル大放弾。新、週刊富士テレビ批評。2019年3月28日閲覧。ノンシュガーと内田ダマスズが、オールナイト日本愛新パーソナリティに決定。日本放送、2019年3月28日、閲覧。ノンシュガーを迎えての公開収録。 楽友アイドルパス2019年3月29日閲覧ニコニコ超会議今年の小畜は超演日ブースでの歌舞伎乱舞対戦もシネマズプラス2019年3月29日閲覧秋はカルチャーズ劇場夏恒例の新人公演2018年のシンデレラは君の隣のラジカルンに決定同時に台湾演征権も獲得 ステレオサウンドオンライン編集部、2019年3月28日閲覧。FM ラジオ局、アイドルコイン上場中、の MC にノンシュガーの出演が決定しました。アイドルコイン、2019年3月30日、閲覧。キミスタ2018年9月20日放送内容。価格 .com、2019年3月28日閲覧。 ノンシュガーレーベル公式ラストノンシュガー花あゆいオフィシャルブログハッピードロップありがとうございます